ソ日本だよ。俺が気に入らねえラジオは。どんな会議でその名前ついたんだ。なん、どこの番組の人で、今日はちょっと、アシスタントに、そこの、ションベンナイトクソ日本の、はい、まあ、主、まあ、大名ですよ。いや、そんなもんじゃないですけど。来てるんでね。はい。今日はちょっともう、はい。今月は、もうやるしかないなと思ってます。サンデーナイトドリーマーが、勝つのか、ションベンナイトクソ日本が。いや、そのこと言ってんのか、そうか。いや、ションベンだクソだ言われんなら戦争ですよ。いやいやいや、やめましょうよ、そんなバチバチすんの。ションベンナイトクソ日本だ。こんばんは、太田プロの真珠広島軍団怪談時、軍人ロックスター、田舎大名有吉弘行でございます。東京半蔵門 JF メッセージから生放送でお送りしているサンデーナイトドリーマー。まあ、ションベンナイトクソ日本からね、まあ、今回ちょっと刺客としてそんなつもりないですけどね、危険ドラッグ&デング熱のお二人が来てくださったので上等ですが上等じゃねえすかバチバチすんの、や、仲良くやりましょうよ。やり合いましょうや。やめましょうよ。アルコ&ピースの平子祐希と酒井健太です。よろしくお願いします。仲良くやっていきましょうよ。そんな、いやいや、もうちょっとそれはさ、はい、それは俺だって仲良くやりたいしな。はい、俺はもうそれはデング熱の方だから、酒井な。酒井の方。俺そっちだったんすか。知らねえけどそっちだったんすか俺。酒井の方はさ、はい、まだちょっと昨日オンエアしたハワイの旅行なんかも一緒に行ったりしてな。はいはい、まあ俺はもうちょっと、まあある意味仲間だと思ってるから。よかった、はい。ありがとうございます。別にそんな戦う気もなくて、はい、共存共栄していければなと思ったけど。はい、まあこっちの危険ドラッグの方、まだ平子の方がよ、ハワイにもついてこねえしよ、はい、なんか名前気を逸してっからよ、ちょっとなんかほったらかしてりゃよ、はい、なんかションベンナイトクソ日本だが、ゲロクソジャパン、それに関しては何のことか分かんないよ。何アナルファックかなんか知らねえけど、よそれ、なんだそれ、なんすかそれ。アナルファック日本かなんかやってるだろうそこで。いや、僕も今日は楽しいラジオ久しぶりに嬉しいなと思ってきましたけども、うんうん、さっき有吉さん言ったように、うん、有吉さんプライドあるんでしょうし、こっちにもプライドあるんですよ。そうだろうな。クンコだションベンだ言われるんだったら、うん、もうこれやり合うしかないですよ。だから別に、あれだよ、だからこれリスナーが決めることだからな。アナルファック日本がいいのか、そのサンデーナイトドリーマーがいいのか。なんだそれ。な、はい。偉そうに、お前あそこでやってんだよ、お前全国放送で、お前ら二人。まあ一応そうですね、全国放送ですけど。まあ、そうですね、はい。でもまあ大きさは関係ないですよ。どっちもラジオじゃないですか。なんだその言い方、お前。はい。ここでお前な、ここでお茶組のな、茶坊主してた人間がよ。あ、ちょっとお前、目離してりゃションベンナイトクソ日本の主になってよ。いいことじゃないですかそれは。育てられたみたいな目線で見れば、生まれてもうここで育った家をさ、はい、ボロ屋のように見やがってよ。そんなことないっすよ。まあまあ緊張してきてますよ今日も。いい加減するよってな、すげえ言われんな本当に。え、ね、もう今回やるしかないぞ本当に。なんか、どっちかの放送がもう終わるよ。どっちかの放送が終わりだ。弟子子の成長も喜べない感じになってんすね。いや俺は喜んでんだ、みんなのことは。俺は本当は、はいはい、だけど平子だよお前、危険ドラッグこと平子、はい、お前がな、今度も2人目作りやがってよ。それはいいでしょう。そこはいいでしょうよ。名前言ってよ、顔つ。そこいいでしょ、ほんと。フォルナイトリップ関係ないじゃないですか。なんだ、これちょっと危ない。今月のアシスタントは、アルコ&ピースです。お願いします。お願いします。お願いします。喧嘩腰じゃねえか、随分。いや、こういう感じでやってますけど、普段も。あ、ションベンナイトクソ日本もそういう感じでやってんのか。オールナイト元気でやってんじゃないのか、ほら偉そうに。偉そうに元気にやってますよ。リスナーのこと、ね、お前リスナーのこと変な呼び名してないだろうなお前。熱とか言ってないだろうな。うちは家族ですね。家族って言ってるのか、はい、リスナーのこと。はい、何があるんですか。いいじゃないですか。いいでしょ別に。ラジオネーム岩利、有吉さん、僕は震えています。サンドリが生んだ
AM ラジオの王様とその生みの親である FM ラジオの王様が同じスタジオで対峙しているなんて、これは歴史的1ヶ月になるぜ。ならねえよ今日でな、こんな平子なんてもう手綱つけて終わりだよ手綱つけた半蔵門にお前1週間ほったらかしだよお前仕事もねえんだしよなあ、じゃあこの2時間で有吉さんが俺に手綱をつけられるかどうかのそうだよ、そういった構図になるんですね。もう酒井なんてお前あれだから、酒井なんてお前いっぱい俺が天下やってるから、お前もう見てみろ、汁がいっぱい出てたよお前天下とかデング熱とか何なんすかもうなあなあじゃないですよ、パブロフの犬状態だからな俺の口見たらもうお前チンポからよだれ垂らしてやがるよなあもうなあ、表現がエロいよエロ本じゃないですかチンポからよだれってラジオネーム稲葉の白うなぎ FM さん、有吉さん、僕にはオープニングでホラ貝の音が聞こえました。ションベンナイトクソ日本のアシスタントのションベンクソ芸人の平子と酒井をやっつけてやりましょう。特に平子はお前受けて立つって言ったら、よし今から半蔵門に日本刀持って駆けつけるぞ有吉大名を加勢します。よし俺の生で見た時に思いのほかの分厚さ見て腰抜かせや何でも持ってこいよ。お前もうビビってあれじゃねえか、アメフトの防具つけてるじゃねえかビビりやがってよ冗談だよジオネームたまたま進歩 FM へ、ションベンくせえ AM 野郎がアシスタントか、おい平子ゲスナーがこのまま無事に家に帰すと思うなよって。うわ怖いな。もうはっきり言っちゃえば、もう AM の電波なんて FM の電波に取り込まれようとしてますからね今現実的に実際そFM の方が偉いですからねそれは何も言えねえじゃないですか、もう。やまあね、まあ俺が手を下すまでもなくね、その、ションベンナイト、日本の裏番組はジャンクのバナナマンさんですから、そうです。バナナマンさんがまあじわ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 真綿でね、首絞めるように殺してくれればいいんだけど、いやいやいや、まあそんなこと言わないでくださいよ。今のはデリケートだわ。そうですよ。今のはダメだよなあ、今のはダメだよ、今のダメです、有吉さん、ちょっとだって現実辻君はバナナマンの担当なわけだしさ、そうなんすよ、そうだよ、そうなんすか、そうだよ、お前のところのだってお前担当はお前うちでは一番最弱の福田だからなクソみたいな福田がお前のところの参謀だろ。あいつ最弱なんすか、最弱だ、あんなもんお前最強なんすか、うちの番組だと。うちで一番偉いのはハゲた高井さんだから斎藤道山こと高井さんだから半蔵門のマムシだよそんなお前そんなかわいそうなメンバーでやってんだから、ちくしょう悔しいなさあということでね、生放送です、メール募集しておきましょう。AM ラジオの王様気取りね、平子が来ているということで、テーマは平子に決めてもらいましょう。はい、はい、僕が決めた今夜のメールテーマは秋の夜長の過ごし方おいおい、はい、随分王道気取ってくれるんじゃねえかおい、まあ、そうしたスタイルでうちやらせてもらってるんで、さすがだな本当にまあそこにどう対応してもらえるかっていうのもまあ見どころの一つなんですけど、まあでも皆さんには楽しいメール送っていただければと思っております。まさかお前ひょっとして家族も送ってくんじゃねえだろうなどうなんでしょうかね、まあ、もしそれが怖いんだったら家族からの、あのちょっと家族今回はちょっとおとなしくしといてって、いや別に大丈夫だよお前、襖とか障子がビリビリの家に住んでる家族たちなんてよお前いや俺らのことは何言われてもいいんですよあの家族のことだけ本当にやめてもらっていいですか、でっけえ鍋で味噌汁とよ、汚ねえお釜でご飯炊いてよ、汚ねえご飯カッピカピのご飯に味噌汁バーっとかけて食ってるようなお前らの家族なんてよ、ちょっと怖いことにならないですよそれは。ちょっとうちのゲスナーなんてフランスパン産んだぞゲスナーなのよ、ゲスナーですよフランスパンにチーズ塗って食ってっからなおう、まあ多少リードされてんのか今んとこそうですね秋の夜長の過ごし方な。はい。ああ、じゃあ分かった分かった。じゃああれ、読んでみろ。はい。
有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。 www.jfn.jp/dreamer 携帯電話からも送れます。ずいぶん成長したじゃねえか。止められた。早いっすよ、展開早くないっすか。何の先も見えずに喧嘩してるのってなかなか難しいもんだな。さあということでね、まあ、アルコ&ピース来てますからね、はい、ちょっと今回ねちょっと実際はね、まあ、こういうこともあったんですよ。ザ・漫才の、はい、が近づいてまして、うん、はい、まあ、今日、はい、決勝、まあまあ、決勝じゃないね、認定漫才師50組っていうやつですか、はい、もうそんな時期なんですね、が決まったんですよね、はい、それでまあ当然アルコ&ピースは入ってくるだろうというふうに思ってたんですけれども、うん、はい、ちょっと50組に入ってないんですか。そうですね、そうですね、僕らは、はい、2回戦で敗退ということになりましたね、はい、いや、とんだ詐欺行為だよ。いや、詐欺ではないですね、そんなクソみたいな。だって認定漫才師でもなんでないんだ、なんでもないんだろ、お前野良の野良漫才師だろ。いや、野良っていうか、まあでも野良だろ、野良でお前だってそんなもん趣味で漫才師やってるってことだろ。だってそれ認定されてないんだから。でも悔しいけど、でもそういうことですよね。そういうことだよな、だって飲み込むなよそれ、うん、だそんなやつとラジオやってんのもう最悪だわ、この1ヶ月いや、そんな言います、しょうがないじゃないですか。だっていや、しょうがないって言ったって、そういうこっちは信じてたからね、やっぱ認定漫才師、プロの漫才師さんだと思ってたらもう。でも闇漫才師な闇漫才師なりのプライドもあるし。闇漫才師なんてかっこいい言い方すんなよ。今日何ですか。サークル芸人だよ。サークル芸人、有吉さん取り消してくんねえかな。それは言い過ぎですよ。サークル芸人は言い過ぎだな。だってよ、俺ショックだよ、はい、この番組でな、はい、クソといえばマシンガンズだよ、はい、なあ、そうでした。滝沢なんてもう1年以上出禁だよ、あんなよ、はい、それ理由がつまんねえからね。理由がつまんねえから出禁にしてるマシンガンズが認定漫才師で選ばれてるじゃねえかよ。そうなんですよ。どうやってんだおい。いや、すごい受けたみたいですよ、マシンガンズ。もしかするとこの選ばれた50組の中でも、うん、トップ3に入る受け具合でマシンガンズは残ってます。はい、もしかすると、もしかするっていう。そんなけねえだろお前。まあでも言われてみたら、冷静に考えたらそうかもしれないですね。そりゃそうだろ、はい、トップリードまで入ってんじゃねえ。そうなんすよ、コント大好き、トップリードまで漫才、はい、そうなんすよ。どうなってんだお前。なんかコント師であることを巧妙に漫才に取り入れたんじゃないですかね。お前らと一緒じゃない。そうなんすよ、だから悔しいんすよ。でってなると、はい、うちで言うと、はい、あれか、新宿カーボーイが落ちてんのか、はい、そうですね、タイムマシーンも落ちました。タイムマシーンも落ちたか、はい、どうやってんだ本当に。いや、素人ばっかりじゃねえか。じゃあうちのすいません、すいません、恥ずかしいです本当に、これに関してはちょっと成績今回良くなかったです。はい、はい、すいません。いや、ちょっとひどいね、マシンガンザ・ボンチさんだな、優勝は多分出てるんですよ、ザ・ボンチ賞出てるんですよ。そうだな、はい、うん、やっぱプロだ、優勝だろうな。圧倒的にやっぱりオーラがあるもんな。まあまあ、結成が1972年ってすごくないですか。それより長い。俺1974年生まれだからね。いや、だからどうなってんだよ、だからこれは。いや、そう、どうしたんだお前ら。他にもなんか結構落ちてるだろう、なんか有名なメンバー結構落ちてますね。フート松原も落ちてますし、あ、フート松原も、はい、そうなんですよ、結構落ちてます。だから去年まで決勝残った人、今まで何年かも認定漫才師だった組が結構バタバタ落ちてまして、うんうん、そういうことか、はい、いや、もうそろそろふるいにかけられてんだな。そうですね、ちょっとリアルにそんな感じがしますね、はい、そういうことだな。に関してはちゃんと滑って落ちてます。あ、そう、はい、だからもうこれ、だからオールナイト、あ、ションベンナイトクソ日本も、もう言いかけたんならいいじゃないですか、一回普通に。ションベンナイトクソ日本の、それはもうディレクターさんとかもがっかりだろうな。それ素人とラジオやってんのかと思うかな。素人になるかどうか。確かに、まあオールナイト2部この前な、素人がやってたけどな、二人でな、学生さんが二人で、何年か前に、はい、あんな感じだもんな。あんな感じではないですよ、素人ではないですから。落ちると素人になる大会ではないんですよ、はい、プロと素人を分ける大会じゃないんですよ。認められてないってことだろ、だからその野良だろ、だからもう本当に野良。まあでも漫才に関してはそうですね。そうだな、野良ですね、野良でやってんだな。今回はちょっと落ちちゃいましたけどね、野良、はい、今回野良です、だから、はい、野良漫才師ですよ。さっきね、本当に野良犬の噛みつきは、うん、本当に怖いですよ。いや、そんな狂犬病持ってからすぐ保健所だぞお前。つ
ドナドナだぞ。やだだこれだマシンガンズに頑張ってもらうしかないのか。マシンガンズとトップリードに。じゃあまあ今回はそうですね。ズバリ優勝予想しとくか。もう、はい、誰だ。ザ・ボンチさんなし。ザ・ボンチさんいないで、もう大師匠すぎるから。誰が強いんだ。誰ですかね。マシンガンズなんてないだろ。いや、ないない、ないっすね。またラッキーパンチだこの前。そうですね。誰ですか、誰だろうな。実力的には誰だ。あの辺はダイアンとか、あの辺が人気あるんじゃないの。そうですね。流れ星さんなんかも。あ、流れ星ね。今中英が元気で、ウエストランド、スピードワゴンさんも出てきましたね。ああ、スピードワゴンね、はい、どうだ誰だ。さらば青春の光、三四郎、三拍子、磁石、なすなかにしが仕上がってますね。ああ、仕上がってますね。なすなかにし、ね、はまったら強い感じですね。あ、そう、はい、じゃあお前ら、じゃあなすなかにしでいいんだな。ああなすなかにしの優勝ね。いや、ちょっと俺でもなすなかにし。お、そう、行きましょう。なすなかにし確かに仕上がっています。あとダークホース的な、俺知らない人いっぱいいるよ。浜口、浜村とかさ。ああ、魔石の若手ですね、はい、うん、まあ、ちょっと変化球系なんですかね。そうですね。犯罪で正統派ではないですね。囲碁将棋。ああ、囲碁将棋はでも決勝にも出てますからね。和牛とか面白いんじゃないの。よく聞くけど。そうですね。和牛も出てきますね、やっぱり決勝戦では。ユニバー、モグライダーなんて知らないな。モグライダーも勢いありますからね。あ、そう、はい、じゃあどうしようか。バカよあなたはってなんだこれ。知らないな。ちょっと僕知らない。あんまり。すごいな。名前ぐらいちらっと。はい。スラーっと来たんだな、はい、じゃあ。はい。まあ、花丸大樹さんも。そうか。さすがの感じで上がってきてるらしいですね。ああ、湘南デストラーデ。あ、ソニーですね。ソニーで初の認定です。そうか。はい。だってこれ小梅太夫とかと仲いいやつだろ。仲いいかどうかちょっとわかんないです。同じ事務所ではあります。そう、はい。すごいな。お前らじゃあなすなかにしでしょな。はい。あるさん。俺はちょっと今現代かではわかんないな。さあ、まあ、あ、いや、一つ聞いときたいんだけどさ、はい、オールナイトションベン。いや、惜しいな。ほんま惜しかったな。オールナイトションベンのさ、はい、まあ一部でしょ、はい、っていうことは、まあ、いわゆる伝統的にはたけしさんだとか、はい、ああいう人たちがやってたような枠でしょ、はい、そうです。いわゆる若者に人気のすごい、はい、まあ、ラジオの王道中の王道の一番もうみんなが憧れるところの一部のパーソナリティやってる人ってさ、はい、この番組のさ、はい、アシスタントやってる。いや、まあでもね、僕ら実際本当に初めてのラジオこちらでね、はい、やらせてもらったんで、だから僕らにとってはこう、そうですね、戻ってきたっていう、また成長も見てほしいみたいなところありますか、やっぱり、うん、成長見てほしいと思ってるのか、さっき、それやっぱそれはありますよ、やっぱり、うん、やってきます、相変わらず、あ、じゃねえんだ、おい、どういうことだ、おい、それがお前なりの成長か、いや、違います、恩をあだで返すような真似しやがって、そんなつもりはないですよ、そんなつもりないです、相変わらず、お前、南米のお前、炭鉱のおじさんみたいな顔しやがってよ、ゴミ拾いとか炭鉱とか、なんで南米なんですか、僕。黒いですけど。ちょっとメール読んでくぞ。はい。ラジオネームダヒ。おい、ひらこ、お前1年経っても変わらねえな。相変わらずツンツンしやがって若造が。一つだけ真剣に答えてくれ。お前危険ドラッグに手出してんのか。いや、はっきりさせとこう。そんなことするわけないじゃないですか。パーソナリティですよ。お、まあ、ちょっとなんか、ね、ちょっと小生意気なところがあったらすいません。そこは謝っておきます。完全にやってんな。やってないですよ。やめてくださいよ。本日のメールテーマは秋の夜長の過ごし方。はい。ラジオの騙しやすけしん FM 宮崎。僕の秋の夜長の過ごし方はスマホでゲームをすることです。平子さん、パンくれよ。これ家族か、これが いわゆる。なるほどな。なるほどね。こっちの潰し方ね。これが家族か。そっちで来ましたね。どういうことだ、おい。ラジオネーム JJ エイプ。ひらこっち。ひらこっちなんて呼ばれてんのか、お前。いや、そう、いや、それはでも、それはでも、ひらこっち。薄い部分で。おいらは家族だよ。毎週、ションベンナイト日本を、ションベン垂れ流しながら聞いてるよ。秋の夜長は、何もしてない。ひらこっち最強。頑張れ。おうおうおう。
はいはいはい、はい、こんな連中とやってんのか。いや、そ 偽家族じゃん、それ。偽家族なのか。偽家族じゃないですか。家族だっつってるぞ。なかなか強力な武器仕込んでますね。いや、うちのラジオじゃ聞かねえラジオネームばっかりだからよ、いや、そんなわけないと思いますよ、これ。もっと優秀だけどな、ラジオネーム城之内か。有吉さん、お父ちゃん、お兄ちゃん、あれこんばんは。家族リスナーです。これ本物だ。僕の秋の夜長の過ごし方ですが、缶ビールにサラミを食べながらバラエティ番組を見るのが最高です。おい、何なんだ家族って。おい、この番組潰しに来たのか、お前全員で。なんだこれ、家族。ちょっと待ってください。あれ、思ってたね。家族。今月のアシスタントはアルコ&ピースです。お願いします。さあ、続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせて。待って、今のお願いしますっていうのを、はい、なんかあれだな、うちのリスナーバカにしてるような言い方。そんなことない、そんなことないっす。お願いします。本当によろしくお願いしますっていう思いでやりました。今言いました。よろしくお願いしますだからな。よろしくお願いしますって言い始めたら、もうなんか部活とかでもだいぶ舐めてんなこいつってなるぞ、先輩からしたら。いや、でもこういうちょっと慣れてるところが成長だと思って、ちょっと有吉さんに見せたんですけど、あえて。おい、はい、きちんとできてからだよ、そんなもんは。崩すの早いよ。いや、すいません、ちょっとやってみろ、もう一回。ちゃんとよろしくお願いします。はい、今月のアシスタントはアルコ&ピースです。よろしくお願いします。うん、そうだよ。すいません、これちょっと、うん、早すぎたです。崩すの、そうだろ、すいませんでした。崩し早いぞ。自分でもそう思ってました。今言われて思いました。続けろ。はい、続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。まずは明日が中秋の名月ということで、 AM ラジオの王様平子祐希が中継に出ております。おい。もしもし、有吉さん。おい、ヘラコ。もしもーし。どこにいるんだ、お前。今私はですね、麹町一丁目の半蔵門交差点のところに立っております。ああ、月見えるか。月はですね、うっすらした雲に覆われて、ちょっと目視では確認できないといったような状況ですね。じゃあ、その状況、ちょっとなんかお前、川柳かなんか俳句にでもしてよ。むちゃくちゃ。はい。できます、ヘラコさん。大丈夫？秋月や、ああ、薄雲隠れて、乙女月。いいじゃない。あれ、認めてもらえた。よかったね、平子さん、よかったわ。うん、じゃあ、ちょっとその辺歩いてる人、ちょっとインタビューしてみてください。あ、はい、今、ちょっとですね、信号待ちの方、はい、一名見えましたので、ちょっとお声いただきたいと思います。はい、すいません。有吉弘行のサンデーナイトドリーマーという、今のラジオ番組なんですけれども、中秋の名月ということで、うん、普段お家ではお月見なんかはされますか？特にはやらないですね。あ、特にそういったことはやらないと。どうですか、やっぱ秋の夜長なんかお月を眺めながら一杯なんて、そういったなんか風情のあるようなこともしたりしますか？あ、僕まだ未成年なのでお酒とかってまだ飲まないです。ああ、そうですか。なるほどね。そんなことはしてないということで。いい、今日なんかね、月なんか見えませんけども。粘るな。平子。はいはい。ありがとう。はい、こちらゲームの平子です。どうもありがとうございました。爽やかではあるんですけどね。つまんなかったな。ちょっとつまんなかったっすね。いや、だからこういうことなんだぞ、お前の、はい、お前が尊敬してる平子なんて。ちょっと尊敬してないですよ。尊敬はしてないですよ。いや、ここでちょっとはっきりさせておこうだ。はい。お前と平子どっちが面白いんだ。いや、それどういう、なんちゅう質問してんすか。え、いや、それはそう、はっきりさせておかないと。俺だってどう接していいのかわかんねえよ。え、どっちに話を振ったらいいのかわかんないもん。今さらそんなこと言うんすか。つまんねえ方に俺必死に話振ってんだとしたら、お前これ時間の無駄だからな。いや、酒井と平子だったらどっちが面白いのかはっきり教えといてくれよ。僕です。酒井だな。でも酒井の方に話バンバン振っていきゃいいんだ。その方がいいです。オッケーオッケー。行きます。はっきり聞けたらいいんで、それで。すいません、その辺はっきりしなくて、うん、僕らも。はい。ありがとうな。はい。じゃあもう平子はじゃあもうあれだな。じゃあもうほとんど、このメールアドレスとか読ませてりゃいいな。もうそこだけやらしろいいんじゃないですか。さあ、それでニュース行きましょうかね。面白くて元気な酒井ちゃーん。ありがとうございます。ではニュースに行きましょう。まずはこのニュースから。洋服代に2000万円ゲゲ。
雑誌ヴォーグ編集主任の、を務めるアナ・ウィンターは年間およそ2000万円もの衣装代手当を受け取っているそうです。うん、アナはシャを代表して3000ものファッションショーに出席しております。うん、有吉さんは太田プロからいくらの衣装代を受け取ってるのでしょうか。これは分かんないけどね、酒井ちゃん。これはでもやっぱり、うん、やっぱファッション誌のやっぱ編集長だから、うん、どこ行くにもやっぱおしゃれをしておかないといけない、最先端の。やっぱり自分自身が広告塔みたいなところありますからね。ところがあるから、やっぱり2000万円の、うん、2000万円の衣装手当っていうのは、まあ、その高いようだけどそんな高くないのかもしれませんね。見方によっては安いんじゃないでしょうかね。え、うん、だから我々みたいなもんは、うん、ねえ坂井ちゃん、うん、そのテレビに出るときは衣装は着ますけど、うん、そんな多くの衣装手当っていうのは出ないですね。出ないですね、なかなか出ないですから、うん、僕らもまだ自前でやってる部分あります。だけど坂井ちゃん、はい、その税金であれですよね、うん、多少対応できますよね、我々は衣装代ということでね。そうですね、そこもできますね、それテレビ出てる身ですからな、はい、あんま汚い格好では出れませんもんね。やっぱりそれも衣装として大事なところですからね。坂井ちゃんなんていうのはスタイリストつけてるんですか。はい、僕らはまだついてないですね。なんか大事な番組とかじゃないとつかないですね。じゃあ自前、ほとんどが自前。ほとんど自前です。だとしたらやっぱおしゃれですね。ありがとうございます、すいません。いやー、そうですか、うん、なかなか面白いニュースでしたね。はい、続いてニュース。さあ続いてはこのニュース。はい、これも高橋ちゃんに任せちゃう。SPR48 来春発足。おお、なんだこれは。はい、AKB48 グループの国内5番目となるグループが来年の春にも札幌に発足することが明らかとなりました。札幌なんだ。はい、秋元康総合プロデューサーがトークライブアプリで発表、うん、SPR48 は一体どんなグループになるのでしょうか。はあ、札幌だからかな。 SPR、 そうだ、札幌です、これ。ああ、なるほどね。そうですね。そうでしょうね。よくわかりましたね。あとはどこがあるのかな。HKT なんていうのもあります。博多、SKE、栄、名古屋ですね。SK2 はないかな。SK2 はないでしょう。うん、どう考えたって、はいはい。おかしいじゃないですか。うん、で、AKB、うん。秋葉原。うん。ジャカルタなんていうのもありますけど、ね。ジャカルタ、はい。いろんなところありますよ。国内問わず。上海なんていうのもな。上海もあります。SHK。SHK ありますよね。SHSNH、うんうん、上海。ノルウェーとかなかったっけ。ノロヤノルウェーあります。 NNONOR、 そうだよね、はい、ノルウェーもあります、ね、NOR も聞いて、成田とか、成田も NART、 NRT の成田もありますし、ね、うんうんうん、いろんなところあります。ありますよね、はい、アメリカだとどうなのかな。アメリカだと USA ですね。これいいですこれいいですこれいいですなんか、はい、ちょっと待ってくれ、はい、ちょっとさっき、はい、平子の留守中にな、平子ちょっと、はい、アルコ&ピースで、はい、どっちが面白いんだって聞いたんだ、ちょっと、はいはいはい、平子と酒井、はい、酒井だって言うもんだからよ、はい、酒井がですか。アルコ&ピースで面白いのは酒井だって言うからよ、はい、ちょっと今多めに振ってみたんだけどよ、はい、どうやら違うよね。いや、でもなんか肩の力入っちゃう時もあるんですけど、抜けた時本当になんか人間味あるのは境ですね。まあそう、はい、まあな、間違ってないです、大丈夫です。あ、そう、はい、僕なんかね、なんか凝り固まってガチガチになっちゃいがちなんですけども。そうだよ、お前そこがダメだ、バカなんだこれ。いや、自分で言ったんだよ、どっちも潰されんなこれ。自分で言ったから、どっち言ってもダメじゃないですか。ねえ、ちょっともう一個じゃあニュース、平子でちょっと試してみよう。平子さんじゃあ行きましょう、行こう。続いてこのニュース、はい、トム・クルーズの娘愛犬と再会、うん、あれなんだよエコーとか。いや、続いてこのニュースって言わないと入らないんだよ。なんとなくわかるでしょ、長いことやってんだから。今ちょっと慌てちゃったんだから。じゃあオールナイトニッポンみたいな、あの優秀なスタッフじゃないんだよ。悪かったな。いやそんなことないですよ。そういうことじゃない、そういうことじゃないです。東京でやってね、我々田舎侍はこういうもんなんだよ。ただ俺らのいいのは朴訥なとこで真面目なとこだよ。粘り強い俺らは、その代わり。じゃあきっかけからすいません、うん、僕が今のはちょっとミスしました、うん、はい、はい、続いてはこのニュース。タイミング悪いだろ。トム・クルーズの娘愛犬と再会。どういうこと。
こちらはですね、飼い始めて数週間の愛犬ハニーが迷子になり、発見者には約10万円の懸賞金を出していたトム・クルーズの娘スーリちゃんですが、ついにハニーと再会できたそうです、うん、スーリちゃんはビバリーヒルズにある友人の家にハニーを連れて行ったところ、表門の隙間から逃げてしまったとのこと。家の、近辺には50枚の迷子ポスターが貼られ、みんなでハニーを探していました、チワワは迷子になった家から遠くない場所で発見、マイクロチップで確かにハニーであることが確認され、獣医の診察も受けて元気にしているとのことです。なんでこんなしょうもないニュースをお前取り上げたんだ、クソバカ野郎平子。なんだこのニュース、よりによってクソみたいなニュースだな。いやでもこれ犬っていうのはやっぱりこう飼ってる人からするとやっぱその家族の一員としてっていう見え方もありますから。いやそれはそうだけど、これなんだこれ。はい、うん、いや僕ピックアップしたわけじゃないんで、これマイクロチップも入ってんだろう。はい、いやこういう今あるんですね、その迷子になった時とか。アプリで探せよすぐ。アプリで対応してるマイクロチップかどうかっていうのはちょっと僕の方では。トム・クルーズのくせに10万しか懸賞金出さねえのか。まあ、ね、そうですね、まあでもそんなに遠くには行かないだろうっていうことで、近場の協力ということで10万円という金額になったんじゃないですか、ね、いや世の中にはもっと今今日取り上げなきゃいけないニュースがいっぱいある中で、なんでこれお前チョイスしたんだっていう話で。俺がチョイスしたわけじゃないでしょう。おいおい、まあ、責任転嫁か。いや責任転嫁とかじゃなくて分かるでしょう。でトム・クルーズに聞いてくださいよ。じゃあこれ分かんないですよ。ちょっと聞いてみよう。トム・クルーズさん。はい、もしもしもし、回線がちょっと、よしよし、あのね、トム・クルーズさん。ちょっとお宅の犬がね、いなくなったら見つかっただってニュース、ね、今日、わざわざ取り上げる必要ないだろうって話になってるんですけど。に、メリアス、10万、でした。ありがとうございます。おい、トム・クルーズ。えい。お前、ほんと、あれだぞ、ぶん殴ってやるか。うわ、え、ガの撮影、ど、あ、もう、ごめんなさい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 、長い、長い、長い。ほら、粘り強いからな。田舎の人は粘り強いぞ。ごめん、笑いがなくても、田舎の人怖え。笑いがなくても掘るからな。怖え。井戸だって信じてるからな。いやー、熱い熱い熱い。怖え。以上ニュースで。ねえ、アルコ&ピースさんが来ていらっしゃいますけども。はい。ラジオのワイショック。平子さんの月中継最高です。リスナーは、平子のおどおどする姿が聞きてえのに、あえてできる風で透かしに来たの最高。リアクションでそっちじゃないのにって感じが素人っぽくて笑っちゃったよ。テクニカルラジオネームひよっこ。ゆうむさん、おい、ラッポーハブ。俺たちはな、日本放送が嫌いなわけでもなければ、オールナイト日本が嫌いなわけでもない。そして、酒井が嫌いなわけでもない。すべて一重に開こう。お前が嫌いなんだ。だから今すぐお前がラジオのブースから出ていけばな、俺たちゲスナもカリカリしない。開こう。平和のために帰ってくれ。いるよ。やらしてよ。もうちょっとだけ。お前はよくやってんな。俺だってね、キリキリしてんすよいつも。こういうこと言われるたびに平然としてるわけじゃないですからね。俺だってお前も来ねえしよ。どうしたんだよお前。来なか行かなかったわけじゃないですよ俺が望んで。呼ばれなかったのか。いや俺別に俺は平子嫌だって言ってないんだぜハワイ。いや別になんか、はい、キャスティングのいろいろあったじゃないですか。僕は僕で、でも日本で仕事して今頃みんなハワイ行ってんだなって思いながらこっちでやりましたよ。昨日オンエアあったんだよ。はい、確かにな。はい、はい、日曜の9時から11時までな、はい、いい時間見てくれた。見れるわけないじゃないですか。あの時間帯家族起きてんすよ。家族みんないる中で俺がいないあのメンツのやつ見れないからトトロ流してましたよ2時間丸々。子供にリクエストされてもないトトロ2時間ちょうどだから。だからやっぱ誰かに嫌われてるんだろうな。誰だか分かんないですけど。しょうがないよな。俺ら別に平子は嫌だなんて言ったことないんだもん、はい、スタッフに、はい、だスタッフに平子が嫌なやつがいるんだもん。もういいですよハワイ。ずっと俺ハワイの話されるんだもん。ずっと前からいろんな方面から。今月のアシスタントはアルコ&ピースです。はい、どうぞ。お？
お願いします。よろしくお願いします。スラッと行きたいからさ、行った方がいいかなと思って。僕もこれここの時間から聞いた人だったらどっちがどっちが分かるかな。すいません、今のは酒井悪かったです。すいません、申し訳なかったです。そうだね、はい、存在アピールしてんじゃねえぞおい俺もいるぞじゃねえんだよバカ。すいません、黙ってろそんな言われます。東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行が生放送で一人でやっております。一人じゃないです、僕らもいます。おい存在アピールしてんだよねぞ。いや、おかしいこと言ってるからですよ有吉さんが。もぐらずらしやがって。誰がもぐらずらだよいやすいません、僕らもいるんすから。いやすいません、今のはでも本当に社会ですね。うちのグランドになちっちゃい穴開けてんじゃねえよボコ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 モグラがよ開くお前、はい、しっかりお前監視しとけや、はい、この申し訳ないです、はい、こっちに9時台こっちに来たよこっちかな、どっかでよ時間作っからお願いします。ねじ込めさんと、はい、さあということなんですけどね、まあもう一回あれの話になりますけどね、ザ・漫才、はい、ちょっと残念ながらアルコ&ピースは、まあ、今回認定漫才師に残れなかったんですけど、はい、そうですね。一方で、はい、まあ、トップリードと、うん、マシンガンズという二組は残ってますから、はい、ちょっと特にね、その、まあ、トップリードに関してはちょっとコントの方では決勝2回、はい、行ったりとかしてますけど、はい、まあ、マシンガンズになんていうのはもういわゆる世間でいうところのもうまだいたんだっていう芸人さんですけども、まあまあまあそのそのコンテストの決勝とかからはちょっと、ね、ちょっと見ないですからね、はい、ちょっと随分ご無沙汰してる芸人がのこうやって残ってるわけですから、はい、ちょっとやっぱり後半にでもちょっとやっぱ感想聞きたいなと思いますね。もし電話つなげれるようだったら、ね、もしね、僕もまだ喋ってないですから、ね、はい、ちょっと意気込み聞きたいですし、うん、ちょっとアルコ&ピースもねやっぱマシンガンズなんかに託すところもあるでしょうから、ね、まあそうですね、同じ事務所の芸人として、はい、まあ、どうせ暇でしょうから後半ちょっと電話つなげるときはちょっと、はい、もしあれだったら、はい、うん、お願いしたいな、はい、聞いてみたい。どうなんですかね、結局いけるんですかマシンガンズなんかは。いや、受けはかなりいいみたいですけどね。でも相変わらずでしょ、スタイルは変わんないんでしょ。あのとんでもねえとんでもねえこんなのとんでもねえ、めんどくせえですね。めんどくせえですかね。めんどくせえ、マックスめんどくせえですね。マックスめんどくせえ、いやマックスめんどくせえは多分漫才の中には取り入れてないですけども、はい、なんか平場とかではなんか昔懐かしのみたいな感じで自らいじりでやるときありますけど、はい、あれあの ネタって何分でやってんのあれ。4分、そうですね、4分尺ですね。ちょっとやってくれよお前ら。え、漫才ですか。ちょっとさらっと漫才をですか、はい、その落ちたネタちょっとさらっと、いい落ちたネタ、いや、ああせっかくだからもう日の目見ることないだろうか。本当そうですよね。なんだっけ、墓場に埋めていこう、うん、ちょっとやってみよう、うん、はいどうもー、アルコ&ピースです。よろしくお願いします。ねえ、うん、やってきましたけども。はいはい。いや、頑張っていきましょう。ねえ、頑張ってやっていきましょう。ねえ、やっていきましょう。うん、いやいや、平子さん、うん、ちょっと聞いてほしいんですけど、ね。お、どうした、ちょっと聞いてほしいんですよ。お、どうした、うん、どうしたどうした、平子さんはなんかこう、なんかありますなんかありますか。ちょっとごめんなさい、僕ネタ忘れちゃいました、ちょっと。おい。ごめんなさい、ちょっと。おい、どういうことだ、何のネタだったっけ。なんだこいつ、ちょっとごめんなさい。モグラ。二回戦、モグラ。怖い怖い怖い。怖い。何これ。ちょっと、っと消去、もう消去したのか。切り替え早い。ごめんなさい。え、何だったっけ、何のネタだったっけ。彼女が欲しい。彼女が欲しいです。ごめんなさい。ごめんなさい。やってくれ、早く。時間ないか。すいません、それで。はい、どうもお願いします。アルコ&ピースです。いや、ちょっと聞いてほしいんですけど。どうした、まあ、平子さんはね、結婚してるからいいですけど、僕、彼女いないじゃないですか。いないね。それ告白すると緊張するじゃないですか。うんうんうん。あれちょっと練習したいなと思って。あ、そう。うん、あ、じゃあさ、うん、なかなか練習してもうまくいかない。俺がまずお手本見してやるわ。あ、俺もやってみていいですか。いや、はい、ちょっと、僕が、あ、はい。僕がちょっとお手本見せるから、うん、じゃあ、女の子としてきて俺デートに誘ってみせるから。お願いします。うん、俺も女、酒井の友達でいいのかな。いや、女の子一人行って来てもらえるですね。はい。うん、よ。話って何？ああ。もしよかったら、今度の週末一緒にドライブでもどうかなと思って。ドライブ？うん。免許持ってんの？免許、いや、そうですね、持ってるっていう設定でやらせてもらってますね。はい。実は、とっておきの秘密の場所があるんだ。海辺に面した小高い丘なんだけど、そこから見える夕焼けがとっても綺麗でさ、ゆっくり海の中に沈んでいく太陽を見てると、なんか日常の嫌なことも全部溶かしてくれそうな、そんな気がして。
あ、その峠のふもとにマスター夫婦が二人でやってる感じの喫茶店があるんだけど、そこに出てくるイクラとクリームのパスタと自家製の焼きプリンがめちゃくちゃうまいんだ。夜になると、その店のテラスから見える満天の星空を眺めながら、ゆっくりコーヒー飲むのが俺のたまの贅沢でね。そこのマスターの奥さんに、あんた、今度は大切な人連れてきなさいよなんて、そんな風に言われちまったもんだから。いい加減にしろ。いや、早いです。まだまだです。まだ、ちょっと言われちゃったもんだから。だから、もしよかったら一緒にどうかなと思って。いや、ちょっと平子さん、行くわ、それ。うわ、もう途中で言っちゃったから、このネタのいいとこ全部壊された。なんだよ。ちょっと、なんで邪魔するんすか、ね、なんで入ってくるんすか。邪魔してないの、俺、良かれと思ってやってんだから。はぁ、あ。なんで入ってこようとしちゃうんすか。そう、これ、もう、入られちゃうと終わっちゃうんすよ。あ、そう。あ、すまん、すまん。さあ、ちょっと感想来てます。ラジオネーム、いわり。アルコ&ピースのネタはつまんねえけど、有吉さんが入ることで構成もしっかりして爆笑の連続でした。いや、酒井、はい、お前はピンで R1 頑張れよ。俺は、うん、お前はもうダメだよ、だから。なんで俺ダメなんですか、もう、俺のダメっていう流れやめません、僕。悲しいか。ちょっと溜まってるんですよ、その、言われるやつ。あ、そう。悲しい気持ちになるんですよ。しょうがない。だってお前の家族が送ってきてんだろ、どうせ。家族じゃないでしょ、こんな言い回ししないっすよ。うん、やるじゃん、なんか。え？平子を応援 してやってくれ、じゃあみんな。あ、うん。それ呼びかけてもらうとね、うん。本当に元気になりたい。これでいいだろ。はい。きっと優しくしてくれるよ。でもそれはそれで裏からまた変な感じで来るんだよ。いや、それはな、お前がな、ハスに構えてるからだよ。真剣にちゃんと本当に真正面から褒めてくれてるのに、それも裏があるとか言うだろ、お前は。何やってもダメだもん。何やっても違う、これは違う、あれは違うって言うんだもん。そうだろ？確かにそれはそうですよ。お前、それ東北のお前、真面目なところがいいんだから。はい。あんまりそれ言っちゃダメだよ。ごめんなさい、真正面から受け止めます。そう、受け止めろよ。したメッセージを。な？はい、申し訳ないです。ラジオネームワイショック。平子さん。はい。相変わらずキャラが強いね。いや、とんでもない。俺らはさ、パーソナリティの素の部分が聞きたいんだよ、うん、もうキャラで逃げるのやめな。あと酒井、はい、お前はどうしようもねえ無能ゴミクズゲロチンポだろ。おいおい、来たな、おい来たな俺に。すげえ無能ゴミ、受け止めろ。本当受け止めきれないですよ俺それ。申し訳なかったですな。今後の僕たち見ててください。おかしいでしょう。そういうことだよ、はい、ちゃんと受け止めろ、はい、受け止めきれないですよそれ。なんだお前、生意気だな。平子がお前改心したって。悔しい。いや、自分のできなさ加減が。そうだろ、はい、急に僕に来るじゃないですか、だって。ラジオネーム福江富士郎。おい、酒井、てめえ、平子の陰に隠れてよ。あんまり叩かれてねえけどよ。だけどさ、一つだけ言っとくわ。おめえ、ずっと機能してねえからね。それ言うなよ。でも、ね、瞬間瞬間すごい助けられてる部分もありますし、このほがらかな感じがすごく僕のなんかこのトゲトゲしダメな部分をこうまろやかにしてくれてるというか、助かってます。ああ、こんなんでも、こんなんでもというか、はい、僕の相方なんで多少は機能してますよ。自分で言うのもあれですけど、僕でマイナスになっちゃってるんですね。そうだな、酒井の良さも。お前でもいいぞ、なかなか分かってきてる。いや、ちょっと申し訳ないですな、本当に。なんだこれ。あ、悔しい。自分が本当ダメだ。くそ。反省はちょっと後にしようぜ。はい、まあ、そうですよね。ああ、そうですよね。反省しきれないよ、ね。続いては、お前らどんなコーナーやってんの、はい、オールナイトニッポンで。僕らは、まあ、家族から悩みのメールの、はい、こう、はい。他はあれしてて元気いっぱい酒井。あ、元気いっぱい酒井ちゃん。まだやってんのあれ。はい、やってます。人気コーナー。あとはアルコ&ピースの1週間って言って、僕らの、翌週の1週間がどんなことになっているかっていうのをタイムマシンで見てきてもらって、うん、送ってもらうっていう。ああ、そうか、はい、元気いっぱい、元気いっぱい平子ちゃんやるか。元気いっぱい平子ちゃん。もしその時間を割いていただけるんだったら、うん、はい、ちょっとじゃあとチャンスと思ってやらせていただきます。すごい。元気いっぱい平子ちゃん。さあ、ということでね、はい、ザ・漫才、認定漫才師のマシンガンズ、西堀さんとちょっと電話が繋がったみたいな。もしもし。あ、もしもし。お、西堀さん、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。勝因は何ですか？まあ、日々の鍛錬ですね。ねえ。はい。やっぱり相当やってますもんね。そうですね。まあでも、普通にやれば慣れます。ちょっとね、今月ちょっとアルコ&ピースがラジオのアシスタントなんですけど、うわ、ちょっと残念ながら認定漫才師から落ちてしまったんですよ。そうなんですよ。何がいけなかったんですかね。
なんかちゃんと向き合ってないんじゃないですかね、漫才に。さっきからあやふやなことばっかり言ってんじゃねえの。厳しいな、厳しいな。すいません、はい、いや、それなりで突然電話かけてきたらあやふや言ってんじゃねえの。気分いいだろうね、はいはい、怖えな、はい、まあ決勝出れないと思いますけども、でもまあ頑張ってくださいよ。いや、マジ決勝行きますよ、これ。ちょっとアルコ&ピースにちょっとなんかアドバイスあげてください。残念がって、ちょっと励ましでもいいですけど。はい、お願いします。はいはいはい、石橋さん、お願いします。まあ、今回こういう結果になったけどさ、まあ、1年あるから、頑張れよ。ちょっと長えな、長え割にシン食ってねえし、うん。お前は本当に変な間だけ作るなよ、お前。いや、ちょっとなんなん、興奮してる、はい、興奮してんの。いや、すみません、終わった後に、選ばれて嬉しい、終わった後に祝勝会して酒飲んでちょっと寝てました、すみません。なんか寝起きっぽいもんな、声が。発表があって嬉しくて酒飲んじゃって。エレファントジョンと一緒にジンギスカン食べに行ってお酒飲んじゃった。そうか、エレファントジョンも合格してんのか。はい、そうです、はい。あ、そう、奥さん何て言ってんの、はい、まだ会ってないんですけど、うん、いや、喜んでました、はい。あ、そう、はい、ちょっと意気込み、ちょっとリスナーに聞かせてよ。はい、サンドリーで皆さんにむちゃくちゃやられてますけど、うん、ここで頑張って結果残します、うん、残すのな、はい、優勝な、優勝します、できるわけねえだろ、バカおい。はい、いや、なんとか決勝ぐらいは行きたいです、はい、意気込み聞かせてくれよ、しっかり、はい、意気込みですね、はい、これがマシンガンズだっていう漫才を見せます、うん、おい、1回ぐらい笑わせてくれよ、はい、2勝利、はい、決勝では、うん、ショートコントでやりたいと思います。笑ってますね、笑ってますね、笑ってますね、聞こえますよ、笑ってますね。それ盛り返したな、すげえな。ニューザーさん、緊張して頑張ってください。頑張ります、はい、またお電話します。すいません、ありがとうございました。すごい溜まってますね。いや、勢い、やっぱ、やっぱ違いますね。やっぱすごいわ。この感じで最後盛り返せるって相当ですよ。なんでやっぱすごいわになってんの。大丈夫かよ。そうか。まあ、頑張ってもらおう。まあ、高みの見物だな、まあ、こうなったらな。さあ、続いてまた、認定漫才師、うん、トップリード、新妻と電話が繋がってるみたいです。新妻！あ、もしもし。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、嬉しいです。ありがとうございます。ねえ、なんかずっとコントやってらっしゃいましたけど、今回初めてザ・漫才に挑戦して。はい。めでたく、もう見事に決勝進出。あ、認定漫才師。いや、本当に偶然というか、その、うん、たまたま作った、初めて作った漫才でいけたということで。いいですね、いいですね。いや、本当にありがとうございます。残念ながら、ちょっと今回認定漫才師から漏れたアルコ&ピースさん、ここにいるんですけども、ちょっとなんか一声かけてあげてください。いいですか。そうですね、もう、ね、今回だけじゃないのでね、まあ、我々はまあ、たまたま作った日本の漫才でいけただけで、うん、ね、本当に落ち込んでるようですけども、うん、気を落とさずに、うん、頑張っていただきたいと思いますけどね。平子君なんかあるかな。まあ、僕ら今回こういう形になってしまったんですけども、うん、はいはいはい、まあ、コント師じゃなくても認定されたわけですから、もう真正面から漫才師としてね、ぶつかっていってほしい、うん、そして勝ってほしいわ、うん、託すわ、託せ、思い託すわ。なんかちょっと喧嘩腰だな、なんか。いやいやいや。もっとほら。託すわってそういう言い方しちゃダメだよ。はい。うん、俺らのこの悔しい思いも一緒に持ってってほしいんだ。うん。託すわ、俺らの思い。いや、託す。うん。頼んだよ。ちょっとさっきノリがわかんないんだけども、その。ちょっと新妻ごめんね。ちょっとな、平子ちょっと。お酒入ってんのかな。酒井の方から一言ありますんで。重いよさ、頼むよ。いやいや、ちょっと、酒井が言うから。新妻さん、はいはいはい。おめでとうございます、まずは。ありがとうございます。いや、嬉しいよ。ありがとうございます。ぜひ、僕らの思いも、まあ、同じコント師として、また違った漫才の大会ですけど、頑張ってください。頼むわ、頼むわ、よろしく頼むわ、頼むわ、頼んだ、何なんだこれ。したりする姿勢じゃないんだよ。おい、ニーズは悪かったら、ちょっと、せっかくいい気分のところ。託すぞ、頼むぞ。うん、ちょっと何、酒入ってるみたいだな。ノリがわかんない。勝てよ、とりあえず頑張りますんで。ニーズマ、はいはい。どうだ、え、どうだ、どうだ、すげえ振りだな。
ね、我々のね、ラジオに対する思い、託すわ。おい、またお前そんなことじゃ、お前決勝行ったって最下位だぞ、恥かくぞ惨めに。お前最下位。ニズマ、任せろ。託されたわ、その思い受け取ったぞ。託すよ、お前。託すよ。おい、ニズマ。はい。切るわ。なんじゃあな。いや、わかりました。頑張れ先生。頑張りますんで。ああ、ええ、ああ先生頑張れよ。おい、切ってくれ。ああ切ってくれよ。託すぞー。頼むぞー。うん、分かったって、託されたから。しゃあ、切ってくれ。来い。うん、分かった分かった。お前どうしたおい。なんでどうし、ちゃんとお話できなかったんだよ。いやいや、それ気に入らないでしょ。そうですよ、やっぱり。悔しいですよ、はっきり言って。今日の今日で声聞きたくねえ二人でしたわ。うん、そうだな。はい。いや、まあな。もうちょっとじゃあ冷静になったらまたちょっと電話してみようね。はい。はい。もう一回ちょっと話したいですね。ラジオネーム、一枚読んどこかな。はい。お祭り。平子さんは反省してるようですね。うん、自分の非を認めることは成長につながります。これからも頑張ってください。とんでもない。なのに、酒井はよ、うん、つまんねえわ、認めねえわ、0点か養成所からやり直せ。入ってねえわ、養成所。入ったことねえわ、養成所。うん、でも、これからの成長を見てほしいよな。0点ではないでしょ、0点では。うん、いや、言い過ぎだろ、それ。それはでも、リスナーの方もそんな別に。うん、お前言ってみろじゃん、アゴ切りとか。それ言ったらおしまいだよ。それ言ったらおしまい。やってみろ。それじゃねえよ。何言われたって俺ららしく一生懸命頑張ればいいじゃん。そんな言われることないし。結果見せようぜ。結果を見せてさ。びっくりしたわ、ちょっと。びっくりすんなよ。さあ、ということで、有吉サンデーナイトドームお別れの時間が近づいておりますけど、元気いっぱい平子ちゃん、来週やりましょうか。ああ、来週も時間ないですもんね。はいはいはい。ラジオの1たすよ。平子さん、はい、よく勉強してる、いいぞ。ありがとうございます。3回わ、おめえのツッコミ普通。マジ普通で誰でもできるやつ。一回脳みそぶちまけて作り直せ。これに対するツッコミ普通っていうね。殴ってやるから来いよ。測って来いよ。お前やってみろ、じゃあツッコミ。いや、それ言ったら終わるよ。やるよ、いいんだよ、一回。いやいや、終わるって。こういうところで、こういうところ出てきたら分かるわ。普通になっちゃうの分かるわ。いや、普通になっちゃったら普通をね、普通にやるって、それ難しさもあるし、メールで逃げてるわ。いや、みんな分かるよ、それは。やめてくれ、ミスタータタン F 宮崎。酒井ちゃん、もったいぶらずにお母さんのパンティーの色教えてくれよ。こっちはもう右手でチンコ握りしめて準備満タンなんだぞ。でもブレるわ、何なんすか今日。ディスられるわ、母ちゃんのパンツの色聞くわ、何なんすか。聞きたくないでしょそんなの。言えばでも。いや、知らないですよ、見たことないけど、多分だから引っ張るんだよな。ちょっと脱毛とかしてんのかな。いや、知ってない、そんな年じゃないですよ、うちの親もう。そんなん考えてないですよ全然。髪ショートカットだったよね。髪はショートカットです、うん、はい、うん、いや、いいねじゃないですよ、よくないですよ。なんで狙ってんすか。何カップぐらい。いや、何カップぐらいあんだろう、あんま。どうしたでも C とか、うわうわーじゃねえっすよ。うわーじゃねえって。母ちゃんいじんのやめてくださいよ。マジで。まあ、なんか今月いっぱいアルクアンドピースで、はい、はい。じゃあまああれか、ザ・漫才もう終わっちゃったから暇なのか、ちょっと。あ、でもキングオブコントの準決勝が。そっちのことますから。あ、そっちがんのか。もう今週ですね、はい、あ、もう、はい、そこはもうこっちはもうすぐに決勝のメンツ決まりますから。あ、そう、はい、じゃあ来週にはもう決まってますね。あ、決まってる、はい、あ、じゃあこの放送の時決まってる。決まってますね、ます来週は。あら、いいね、発表もされてます。発表続きでいいですね、いいですよね、うん、あれ呼んだ回あったな。絶対に負けられませんよ。そうだね、はい、絶対負けられない戦いがここにはあります。こんばんは。続くのこれ、誰だ。アゴイサムです。嘘だ。読めなかった。アゴさんだったか。イラってくれた。アゴさんだったか。
じゃあまあ来週じゃあめでたい報告ができることがあればいいですけど、はい、できればいいですね、はい、トップリードも出てんのかな。トップリード出てます。じゃあトップリードも合否が分かる、はい、間違って出てないか、さすがにコントさすがに出てないですね。じゃあトップリードですか、はい、じゃあもう新宿カーボーイはもう終わり。終わりです。そうですね全部終わりです。今年終わりだよ。終わりです。ちょっとね、まあできすぎだったからな、今年はね。そうなんですよね。あいつらの実力から言うとね、ちょっとできすぎた状態でしたから。まあいいでしょう。はい。じゃあちょっと来週じゃあ楽しみにしていただくということで、はいはい、合格していればちょっとお二人のご機嫌もいいですかね。そうですね、なんとかそうしたいですけどね、はい、じゃあションベンナイトクソ日本の方も聞いていただくということでよろしくお願いします。お願いします。お相手有吉弘行とアルコ&ピースです。